コンスタンス・ベネットはアメリカ合衆国の舞台、映画、ラジオテレビ女優。1920年代から1930年代にかけてのハリウッドの一流スターであり、1930年代初頭にはハリウッドで最高級トリで最も人気のある女優の一人であった。1930年代初頭にはメロドラマに中心に、1930年代後半から1940年代に、 かけては、喜劇女優として、上流夫人を頻繁に演じた。彼女は今日、栄光のハリウッド、ベッド・オブ・ローゼズ、天国万歩、トッパー・テイクス、エート・リーップの主演、及びグレタ・ガルボの最後の映画、奥様は、顔が二つにおける有名な助演によって、最も記憶されている。彼女は、舞台、サイレント映画スターのリチャード・ベネットの娘で、女優のジョーン・ベネットの姉である。 リチャード・ベネットと三人の娘俳優のリチャード・ベネットと女優のエイドリアン・モリソンの三人の娘の長女としてニューヨーク市で生まれた。妹のバーバラ・ベネットとジョーン・ベネットも女優となった。三姉妹全員がニューヨークのチャピンスクールで学んだ。修道院でしばらく過ごした後、ベネットは両親の後を継いだ。ベネット姉妹の中で最初に映画に登場した。 独立心が強く、教養のある、皮肉屋で不遠慮なコンスタンスは、ハリウッドデビュー作である、サミュエル・ゴールドウィンの、恋の人形以前に、ニューヨークで制作された、無声映画に出演した。1925年、フィリップ・プラントとの結婚のためサイレント映画の、前途有望なキャリアを放棄したが、その後の離婚により、映画に復帰した。トーキーの登場と、 繊細な金髪の容姿と華やかなファッションによりすぐに人気映画スターとなった。1930年代初頭、ベネットは人気、興業収入で名を馳せたトップ女優の一人であった。一時期ハリウッドで最高級の女優でもあった。ベネットの大成功を受けて当時のベネットのホームスタジオである RKO は二匹目の土壌を狙ってアン・ハーディングやヘレン・トゥエルブツリーズを 同じように管理した。1931年、メトロゴールドウィン・ベイヤーとの短期契約により、ザイ・ージー・ストウェイなど2本の映画で30万ドルを稼ぎ、ハリウッドで最も高収入のスターの一人になった。1931年、ワーナー・ブラザースは、ボート出演に最終3万ドルという、史上最高額のギャラを支払った。 父親のリチャード・ベネットもこの映画に出演したロウェル・シャーマンと栄光のハリウッドを翌年 RKO に移籍し皮肉で悲劇的な古いハリウッドのスタジオシステムの舞台裏で映画スターになるエイトレスのメアリー・エヴァンスを描いたジョージ・キューカー監督の栄光のハリウッドに出演ロウェル・シャーマンは彼女を見出した映画監督として共演 ニール・ハミルトンは彼女が結婚する裕福なプレイボーイとして共演した。映画、勝利の朝はベネットを主演女優として念頭に書かれていたが、プロデューサーのパンドロ・エス・バーマンは本作でアカデミー主演女優賞を受賞したキャサリン・ヘプバーンにその役を与えた。続いて、アワー・ベターズ、グレゴリー・ラカバ監督、脚本でパート・ケルトンと共演したベッド・オブ・ローズ、 後に、夫となるギルバート・ローランドと共演した、艦長家14号、ザ・フェアーズ・オブ・チェリーに、クラーク・ゲーブルと共演した、ある夜の徳田ね、ケイリー・グラントと共演した、天国万歩、家族コメディー、メリリー・ウィー・ライブ、グレタ・ガルボの助演を務めた、奥様は、顔が二つなどで多様性を示した。1940年代には、映画の仕事の頻度は減ったが、ラジオ、 舞台の双方で需要があった。1945年から1946年まで ABC ラジオで自身の番組コンスタンス・ベネット・コールズ・オン・ユーを持っていた。ベネットと息子を描いた絵の前で娘たちとベネットは5回結婚し3人の子供がいた。1921年6月15日、バージニア大学の学生であるシカゴのチェスター・ハースト・ムー・アヘッドと駆け落ちした。 彼は高校外科医のフレデリック・ビー・ムーアヘッドの息子であった。彼らはコネチカット州クリニッチの治安判事によって結婚した。彼女は16歳であった駆け落ちについてニューヨーク・タイムズの記事はミス・ベネットの両親は二人の若さのみを理由として現時点での結婚に反対していたと報じた。1923年結婚は取り消しとなった。ベネットの次なる 真剣な交際は、億万長者の社交家、フィリップ・モガン・プラントと出会った。彼女の両親は、カップルを引き離すため、コンスタンスを連れて、ヨーロッパへのクルーズを計画した。しかし、船の出航準備中に、ベネットは、プラントと彼の両親も登場しているのを見つけた。当時の新聞記事は、その時、 若き美人とプラント家の巨万の財の相続人は、遠洋航路線が提供する快適で親密な一週間を保証されたと報道した。1925年11月、二人は駆け落ちし、コネチカット州クリニジで、ムーアヘッドの時と同じ治安判事によって結婚した。1929年、彼らはフランスの裁判所で離婚した。 1932年、ベネットは3歳の子供を連れてヨーロッパから帰国した。子供は養子として引き取ったピーター・ベネットプラントだと主張した。しかし1942年、元夫の子孫の利益のため設立された大規模な信託基金をめぐる争いの最中、ベネットは養子縁組した息子は実際には離婚後に生まれたプラントとの実施であり、実の父親が 看護券を取得しないよう事実を隠していたと発表した。法廷審問中、女優は元義母と元夫の未亡人に私が承認代に立ったら、プラント家における私の生活の点末を全て明らかにするでしょうと言った。問題は法廷外で解決された。1931年、ベネットはグロリアス・ワンソンの元夫の一人で、 フランスの貴族で映画監督のアンリル・ベイリー、マルキ・ドラ・クードレ・ドラ・ファレーズと結婚して話題になった。彼女とドラ・ファレーズはベネット・ピクチャーズを設立し、ハリウッドで西気法テクニカラーで撮影された最後の日本の映画バリ州で撮影されたレゴンダンス・オブ・ザ・バージーンズ、インドシナ半島で撮影されたキル・ザ・キラー・タイガーを制作した。1940年、彼らは ネバダ州リノで離婚した。ベネットの4人目の夫は、俳優のギルバート・ローランドであった。彼らは1941年に結婚し、ロリンダ、リンダとクリスティーナ・ギルの2人の娘が生まれた。彼らは1946年に離婚し、ベネットが子供たちの看護系を勝ち取った。1946年後半、ベネットは5人目にして、最後の夫となる、アメリカ空軍大佐。 ジョンセロン・コールターと結婚した。結婚後、彼女はまだヨーロッパに駐留している米軍の遺門に力を注ぎ、その奉仕により軍の栄誉を勝ち取った。ベネットとコールターは1965年に彼女が亡くなるまで添い遂げた。ベネットは1964年、アメリカが衆国大統領選挙で共和党のバリーゴールドウォーター候補を支持した。 アーリントン国立墓地の墓1947年、トゥルークライム殺人事件で、脇役ながら、ラジオ司会者ビクター、グランディソンの殺人罪を立証するために、重要な役割を果たす番組編成者のジェーン・モイニファンを演じた。1957年から1958年、舞台、アンティーマメのタイトルロールとしてアメリカをツアーした。1951年、 素晴らしきかな、定年。で、若きマリリン・モンローと共演し、1954年には有名になる方法を教えますに彼女自身の役で亀を出演した。最後の映画出演は1965年に撮影された母の旅路で恐喝する義母を演じた。1965年7月25日、母の旅路の撮影が完了した直後に倒れ、 脳内出血により60歳で死去した。軍事的貢献が認められ、また、重症の地位を獲得したジョン・セロン・コールターの妻として、アーリントン国立墓地に埋葬された。コールターは1995年に亡くなり、彼女と一緒に埋葬された。映画界への貢献により、ハリウッド大通り6250のハリウッドウォークオブフェームに、 コンスタンス・ベネットの星型プレートがある。少し離れた場所に妹ジョーンのプレートがある。ありがとうございます。